カキンゲームズ。ヒカクラ。全国のイオンでヒカクラグッズ販売中。ヒカキンはどこにいるでしょうか。チクタクチクタクチクタク。ここだよ。ここだよ。ここにいるよ。こう、こう、だにょー。ベンモンハロー YouTube ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。ヒカクラ2パート120の今回はマイクラ 1.19 ワイルドアップデートで追加された新モブアレイに会うまで帰れません。会えなかったら1週間さまようでございます。アレイってなんかあの水色の妖精みたいなやつで、ブロックをなんか渡したりアイテムを渡したりすると、もし近くにあったら同じブロックを持ってきてくれるみたいな新モブなんですよね、新しいキャラね。で、ピリジャーとかのおじさんがいる敵の基地みたいなところか、森の洋館のどっちかに捕まえられてる、囚われてるらしいんですよね。で、今日僕はまあ敵の基地かな、うん、そこで新しい行ったことのない敵の基地行けば多分いるっぽいので、そこをエリトラで飛んで探してみたいと思います。できたら連れて帰ってきたいんだけど、まあ厳しかったらまあとりあえずまず会いたいという目標ですね。さあ行きましょう。で、一応いろいろ準備しました。全然見つからなかった時のためにロケット花火いっぱいと、よいしょ、この赤いチェストに準備しました。せーの、ポン。これ絶対持ってきてくんねえだろって感じなんだけど、なんかいいもの何を渡したら一番効率よく持ってきてくれるのか分かんないんですよね。ただアメジストとかは結構取るの大変だから、あともしかしたら近くにあるかもしれないじゃん。あとダイヤってこの形で渡しちゃいけないのかな。ダイヤブロックの方がいいのかな。ダイヤブロックも一応持ってくかいいもんすぎてさ、アレイがね困っちゃうかもしれないね。ヒカキンさん、こんなもんないです、そんな世の中甘くないですみたいな言われちゃいそうでちょっと心配なんだけど、あと他に欲しいもんっていうと、もうね、贅沢ながらその辺なんだよね。多分もしかしたら、あ、エメラルドとかもありだな。鉱石の方がいいのかな、わかんないね。まあ会えりゃいいんだよ今日は。で、一応なんかね、このオートブロックに反応して持ってきてくれるとかもあるみたいなんで、回路を組む、この道具も準備してます。さあ行きますか。いや、どこ行こっかな。あんまり行ってない方向の、基地がありそうなところ。あの、ボーデンと戦った向き、こっちの向きの左右行ってみるか。左右なんかありそうな気がするんだよね。行くぜ。ダー、アレイちゃん、アレイちゃん、出会わせてください。あんまり行ってない方向で、敵のあの基地ってこういうダークオークとかこういうとこにあるイメージなんだよな。で、あ、一番近いところちょっと行ってみる。多分ないんだけど、そこには。鉄アレイちゃん、おいで鉄アレイちゃん。だから今からマイクラ始める人はもしかしたらすぐ見つかるのかもしれないね。あれね、敵の基地ってあれの多分行ったことないとこまで行けばいるっぽいんで、なんか牢屋に囚われてるとかっつって、いきなりここにいたらどうしよう俺。あ、びっくりした。多分ね、こういう中にいるっぽいんだよね。いないね、やっぱりもう来ちゃってるから。ここ、ここなんかもう湧かないんだよね、敵も。一回倒しちゃうと湧かないのかあんのかね。うん、これの新しい版のとこにいると。もう一個あったけど、まあ、いないよな前行ったとこには。もう一個その辺にもあったんだけどな。これすぐ近くにいたら、でもそれはそれでもう勝ちなんだよね。やばい、本来行こうと思ってた方角と全然違う方向来てる。あー、でもこっち側も行ってないな、これ。やばいやばいやばい、ノープランで来ています、すいません。いやー、案外鉄の、鉄じゃねえや、敵の基地ってないもんだな。ただ敵の基地がポンってあったらもういるみたいな感じなのかな。ええ、これ超近いとこにマングローブみたいなんだけど。俺前三万座標も行ったのに。ちょっとマングローブある、見てこれ。
こっち来たことなかったんだよね、多分。ギリ来たことなかった。うわー、すげー。あらあらあら、うん、ベチ、すげーすげー、すっげーちっちゃいマングローブ発見。ちょっと向こうにもあったな。こっちもマングローブっぽいな。うわー、こっち来てたらあの動画一瞬で見つかってたやん。ただちっちゃすぎるだろこれ、やば。いやー、敵の基地ないね。2700だった。これ絶対いるぞいるぞいるぞ。どうしよう、一瞬で見つかっちゃったんだけど。じゃあこれ連れて帰るとこまでやろう。やった。ちょっとこのじゃあ村だけ見て、でアレイってなんかね、あんまり敵に攻撃されないらしいんだよね、スケルトンとかゾンビとかには。ただなんかゾンビピグリンっつったかな、案外有効的な敵に攻撃されるらしい。いきます、3、2、1。鉄アレイちゃん、ガラクタだ。はいはいはい、荒らしていく、村を荒らし回していく。はい、3、2、1、ファイル。ふぅー、エメラルドを渡しましょう。あ、背の高い草、激レアです。寝よ寝よ、この村おっきいな。いや、あれ俺敵、あ、そっか。うわ、でかくね、この村。大将だけ倒さなきゃいいんだよね、あの怖いところ。はい、寝ましょう寝ましょう。おやすみなせー。アレイはすぐそこ。アレイちゃん、おはようございます。アレイ3体いますように。あ、よく考えたら俺このブーツって高速スニーク付きか。ういー、ちょっと早いちょっと早い。いきます、3、2、1、ファイル。あんた突き抜けてんな。パンかよ、パンはいらんよ。ただ宝物いっぱいあるな。え、この村でかっ。そっか、なんか東西南北だけかと思ってたけどさ、北北東とかさ、南南東とか行ってないとかあるんだね。いきます、3、2、1、ファイル。基本的にこのスタイルな。思ったより早く着いちゃったから。あんたすごいとこにいるじゃん。なにあんた、はあ、あんた溺れるよね。夏のね、川とかね、湖とか海気をつけようね。なあ、あんた、危ないよ。バーベキューとかしてると危ないからね、あの、川のなんか中州とかでね。必ずね、危なくなる。ニュースとか見るから。皆さん気をつけましょう。夏のレジャーは。うわ、頼むよ、ここ いるよな。おい、抜けよ。いるよな。じゃあちょっとこのカレー屋さん、このカレー屋さん見て。いきますか。ねえんかい。よーし、この家見て。いるかな。そんななんか気配感じられないけど、まあ、やばくなったら助けてな、アイアンゴーレムさん。いきます、アレイと初めての出会いまで、3、2、1。アレイ、アレイいる？鉄アレイいなくね。やばい、弓とかもっと持ってくればよかった。ちょっとね、ふっ、残念、エイムでは俺に勝る者はいねえんだ。アレイどこ？大将は上にいる。遮蔽物を利用していく。右か左。びっくりした。びっくりした。びっくりした。早いな。え、あれいるか、これ。いた。3匹いる、あそこ。多分、こいつ見張ってる。後頭部に草。後頭部に草。ヘッドショット。お前らか。でもこの子たち、あ、よく考えたらこのおっちゃんたち攻撃しないのか、アレイには。やべ、いたんだけど、産前作業だったら俺これ連れて帰れるぞ、多分。鳥さん、アレイいたぜ。違う、これにはいないのかな。もう一箇所いたら6匹くらいいるかもしれないぞ、これ。アレイは1匹、2匹でいいんでしょうか、オッケーオッケー。弓がもう強いんで、私。うわ、そしてこの横の洞窟やば。うわ、すげえな、ここ。うわうわうわ。あー、これは違うわ。そっか、一箇所しかいないのか。一応全部倒すわ。めっちゃいるじゃん、これ。いる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 、あれ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 、くにょ、あれは、あれ、ガス全焼基地、やべ。ちょ、見ていい、ちょっと見ていい。
これ何あの山の奥のやつ、まあいいや。あれちゃん、こんにちは。なんか不安な音出してんな。ちょっとウォーデンを思い起こすような。後頭部に草、あら、トライシャイシャイトライシャイ、オッケー。お前めちゃめちゃいるやん。どっから撃ってんの？なんか撃ってるやついる？オッケー。また湧いて出てきてる。もう超倒してんだけど。オッケー。エメラルドくらい落としてやん。大将は無視。おっ、大将が来ちゃった。どうしよう。もうアレイちゃんの懐かせ方はアイテムを渡す。とりあえず肉でも賄賂で渡すか。こいつだけ、どうしよう。あ、わかった。大将を水に追いやる。これすごくない？俺少しのダメージはもう許容範囲だよ。ほら、おいで。こうやってやって。天才来ちゃったこれ。大将は、大将が大変。はい、これで、やべ、ちょっと待って、やばい。大将を水に、こうやって水没させて、多分水入るとあいつらって動きづらくなるから。で、これで、ちょっと俺が離れまくれば、もう見失って、あいつらは来れないと。で、こいつはアホそうなので、ポイってやって。オッケー。完璧じゃない？今のうちだ。あれ、救出。すげえ、まだ10分くらいしか経ってないでしょ、これ。行くぜ。行くよ、俺。アレイを解放します。まだいいんじゃん。ただおっちゃんは攻撃してこないと思うんだけどさ。アレイに、オッケー、行くよ。アレイ解放。よし、肉あげるよ。ほら、肉あげるから。はい、肉。またまさかこれ牛殺すとかないよね。大丈夫だよね。おい、これついてきてくれるらしいんだよね。これでなんかアイテム渡すと。なんかすごいね、なんか夢の国の妖精さんって感じの。うそ、ついてきた。今のうちに俺はこのぬすっとしてやるからな。うん、どん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 。ええ、あれに攻撃してんだろお前。ふざけんな、喧嘩しろ。ちょっと待って、一回逃げよう。待って、そっか、俺を撃ってくるときにでもね、アレイってすごい速度で回復してるらしいのよ、ダメージ受けても。だから案外強いらしい。お前さ、水、こういう時は水、こういう時は水。そして俺は水中移動がついている。この野郎、はい、うまい。うわー、嫌なやつら。そうやって群れないと君たち危ない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 。そうやって群れないと君たちは何もできないのかい？ねえ。ねえねえ、一匹狼の俺にこうやって勝てないのかい？そうだ、痛いだろう？そんなに一気にかかってきても勝てないんだからね。よし。はい。煽り倒して勝ちましたね。ピピピピ。ちょっと試したいから早くどっか。帰ってから試したいな、これ。あとこっち側の冒険も今度マジで来よう。え？これ無限湧きとかある？これ無限湧き説あるな。あ、これってなんか大将を倒さないと無限に湧いてくる説ある。おらー。で、一番アレイの困るところはエリトラで飛ぶと、おー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 、クモ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 。エリトラで飛ぶとついてこれないんだって、早くて。このやろ、わーおわーおじゃないんだ、わーおじゃないんだ。よし、行きます。3、2、1。お宝がザクザクです。えっ、何これ。ヤギの角って、これ取れるっけ？普通に見たことないんだけど。全然トリップワイヤーフック、別に。ハオだよハオ、こんなのハオ。うわ、あの大将マジで降りてくるの早い。待って、来てんな。一回これで全力で走ると、まだ来てる。待って、村が近いから。これ待って、一回飛んじゃうか。ふっ、はい、これで見失っただろ、さすがに。
あれ範囲広いのかな。あれアレがついてきてない。ほらこんな、おーすごい。アレあそこで迷ってる。アレちゃん、アレちゃん、あー来た来た。あいつも来てる。もういいや、もうこの村死なん、村死なん、俺村は死なん。走る速度くらいはついてこれるんだって。アレはあの大将がマジしつこい、ストーカーだよあれ。まだ来てるし、待って、もうちょい早く歩けば。どっか穴に落っことして止まんねえかなあいつ。あーしよしよしよし、村はまあアイアンゴーレムがいるから大丈夫だろう。やばい、これ超ついてる。この3匹を大切にしていかなきゃな。まあただこの感じで見つかるんだったらまだまだいけるのかもしんないね。ちょっと頑張って帰るわ。いやー、肉渡してるとちょっともったいないよな。帰り道でもなんかゲットしてくれるかも。寝よ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 。来てないよな、さすがに大将。来てない、オッケー。おやすみなさい、アレちゃんと一緒に寝る。あ、なんかちっちゃ。おはよう、ごぜう。アレちゃんいる？あれ？一匹いなくね？あれ？あ、いたいたいた。心配。もう、親です。アレイの親です。ちょっと待って、一回じゃあ、なんか、あ、なんかバンちゃんだよ！来やがったよ！こいつとの戦いが、俺は。大将、家までついてくるぞ、こいつ。ただ、アレイは、今までのあの、動物とか狼とかと違って空飛べるから、比較的ついてくるの余裕だな。リードで引っ張ることもできるらしいんだけど、ちょっと待ってよ、大将も家まで。これマグマに、あ、マグマに落としたら自爆ってことで、俺さあ、でも俺がパンチして落としたらやばいとかあんのかな。牛乳、帰って牛乳飲むしかねえか。落ちろ。あ、落ちないようにできている。待って、これやっていい？ちょっと、ま、マグマ、お前は自発的にマグマに落ちろっちゅうの。あ、やばいやばい、まずいまずい、これを倒しちゃう。生きてくれ親父、親父生きろ。よし、あ、どっち味方が敵か分かんねえ。親父生きろ。親父生きろ。帰ります。まあ、多分おっちゃんいつか諦めるでしょ。この速度だとずっとついてくる説があるな。うわー、村だ。あの村来たことあるな。いや、よかった。でも俺これ何がよかったかっていうと、やっぱり昔からあんまり全方向を探検しないで取っておいたのがよかったんだよね。あ、振り切った説がある親父。あ、来てるわ。ちっちゃく来てるわ。大将って本当に遠くまで追いかけてくんだね。うん、アレイはダッシュの速度のマックスの速度にはついてこれてるっぽい。帰りまーす。ヒカクラ、今後10体ぐらいにしたいな。あれ、親父振り切りましたね。よーし。あ、じゃあこの辺で落ち着いたので、まあるかわかんないけど、アイテム違うの渡してみよう。ダイヤ、エメラルド。エメラルドなさそうだな。おい、あ、ちょちょちょ、おい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 、こっち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 のがいいのあるよ。はい、あー違う違う、あれ肉を取り返せないんだけど、どうやって取り返すの。あおいおい、もう肉いらんよ。あれちゃ、あ、そっか、音符ブロックとかを置いて音に反応するらしいから、おいおい、どれみファソラシド、全然来ねえじゃん。おい、あ、もしかしたら俺がアイテムを持っちゃってるからいけないのか。何も持ってない手で、あ、そうだそうだ、取り返してあげて。あ、オッケー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 。あれ、なんか取り返せるな普通に。よし、これでこっちこっちこっち。おい、あれあれ、はい、よーし、あれ、よーし。悪い大人みたいだな。よーし、あれ、よーし、探すのだ。ない、本当に持ってきてくれんのこれ。
近くにないでしょ。無限ダイヤじゃねえか。何個、あ、俺いっぱい渡したっけ。ダイヤ、方がいい、絶対ダイヤの方がいい。ちょっと待って、やばすぎる。え、もう俺一生怠けて暮らせんじゃんこれ。もう俺働かねえよこれ。何これ、投資家だよもうこれ。一生遊んで暮らせる。俺やって、働き働き働き、あしゃ一歩も働かんからな。アメジストも来るかもね、これもしかしたら。アメジストはこの辺にはないんだ。やっば、自然にアイテム集まってくるスタイルだこれ。もしかしたら今地下の深くまで見てくれたのかも。ほらもうないね。すごっ。これダイヤ渡そうかな。まあいいか、一匹くらいアメジストでもいくか。帰ろ。やっば、最高の友達に出会っちゃった。こういう友達と付き合っていくべきですね。はい、ヒカクラは人生の教科書です。やはりね、一緒にいて、うわびっくりした、お互い高め合える友達、一緒にいて前を向ける友達と一緒に行くべきですよね。アレイさん、ん、失った、友達失った。なんで、え、一回ダイヤもらうともう消滅とかねえよな。何やってんのあんたら、遅いわよ。12、え、1、2、3、あ、来た、遅いよ。なんで、あ、探してくれてたのか。おい、確かにリードで引っ張っちゃった方がいいかもねこれね。一回リード作戦やってみる。あ、でもアイテム探してくれてるからな、一旦帰ること考えます。全力で、ここなんかエメラルドブロック、エメラルドありそうじゃねえ、ここ、この山、山岳地帯。これで音符ブロック、はい、取ってきなさい、取ってきなさい、取ってきなさい、はい、取ってきなさ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 い、働きなさい、働きなさい、働きなさい、はい、取ってきなさい、取ってきなさい、取ってきなさい、はい、働いて働いて働いて、はい、ダメ、あれ、あ、ベッド預けた俺、あー預けてるわ、よかった、おやすみなせー。うわー、もうちょっとで家、おはよう、こぜう、あれちゃん、かわいいね。あとさ、よく笑う人っていいよね、一緒にね、いるとなんかね、もらっちゃいますよね、笑いをね。う、え、あれ、うわ、こんな、待って、雪のバイオームあったんだ。ここもまた知らんぞっていうか、え、あんな村あったっけ、敵の基地ないかな。あったけど、あれ行ったことあるとこかな。待って、俺もしさ、この雪知らないぞ、ここ。これ今度粉雪とか取りに来れるな。まあいいとして。待って、アレイちゃん。もしかしたら友達いるかもよ。行くぜ。はい、多少はついてこれる。よしよしよし、ちょっと行ってみよう。ほんのり見えたぞ今、敵の基地が。あのジャングルも多分家の近くなんだよね。あれ、もしかしたら見て見ぬふりをしていたかもしれないこの基地は。え、ちょっとこれレアじゃない、アレイちゃん、アレイちゃん、なんかさ、下の根元部分でかくね、あれ、生成のなんか位置が変だったからかな、これ丘にちょっとかぶさってできてるから、アレイの檻みたいのはあんま見当たらないけれども、うわ、でかい、ここなんか威圧感がすごい。うわ、山上いるんですけど、できたら大将も山上、ほらすごい、待って、これ見たことねえ、高くなっちゃってる、ここがすごい。大将は丘上にいます。待って、これアレイだけ、あ、うわ、まさかのこれ生成のその変な
癖で、あそこに檻ある。檻あるが、あれいなくね？あれいないっぽいな。やっぱこれちょっと家から近いから、一回こうやって来たことあるみたいなとこだといないんだ。ちくしょう。今のアレイが大事だから、やめとこう。さっきこの距離でもう見えたもんね、アレイ。やめとくわ。怖え。はい。無理して痛手を負っていません。オッケーオッケーオッケー。いやー、やっぱりじゃあ俺本当に絶妙な基地行けたっぽいわ。おー、これアレイじゃない？アレイがもう一匹いたよ。ほら、アレイがいた。アレイだな、これ。わしにはアレイにしか見えないわ。あれ、アレイだわ。結構、アレイだわ。アレイちゃん。いた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 、アレイちゃんいた。アレイいた。よーし、アレイ。よし。4匹目。行こう。4匹になったな、これで。寝よ、おやすみなせい。あー、怖い。ジャングルの夜は怖いわ。あ、アレイは1、2、3、オッケー。4、4、4、オッケー。はい。おやすみなさい、先生。4匹になりました。おはようございます。よし、帰ろう。あ、もう1200だからもうすぐ。攻撃してくる厄介な敵モブって何なんだろうな。気をつけなきゃいけないの、今後。まだあんまり情報がないよな。あー、ジャングル不景。燃えてる。あ、ジーン、ここ来たことある。いやー、2000座標も歩くと大変だわ。よしよし。パンダいるもん。あれ？あ、待ってよ。パンダが攻撃してきて終わるとかあるかもしれないかな。これ泣いてるパンダだ。珍しい。はぁ、あ。あぁ。え、くしゃみしたぞ、今。え？パンダくしゃみしてた。おお、来たっぽいな。あれ、アレイだな、これ。5匹目だ。アレイ5匹目。おい、アレイちゃん。あ、仲間になったわ。あ、これさっきのやつ？あ、違う、あ、違うわ。アレイ5匹目です。ありがとうございます。わけわかんねえ方向から帰ってきた。あ、ピラミッドあれ家のとこだよな。来たか？あー、帰ってきた。俺どこ行ってたんだこれ。意味わかんない方向から帰ってきた。やば。大冒険だったってことだ。しゃー、家見えてきたー。やったー。いやー、2500座標ぐらいだったかな。それでも大変だったね、結構。これ1万とかの人はちょっときついよかった。かなり運がいい方でしたね。マングローブみたいにならなくてよかった。やったぜー。な、カエルが逃げてるんですけど。あんたよかったね。はい、カエルさん、アレイちゃんだよ。カエルさん、すげー、新しい。うわ、ね、1.19 感がすごいね。アップデ感がすごいです。さあ、家にアレイが。これ家で繋いでおけばいいのかな。うわ、なんか動きが重いな、家。うわ、アレイが来たからかな。あ、これ通れないのか。ちょっとウィザーのバラが危ないかな。どうしよう、これ。ここら辺に目立つとこに、あっちゃん、こうだな。あれ、よし、アレイちゃん。うわ、なんかこれ俺絶対いつか逃げる気がするわ。相当頑丈なところにくくりつけとかないと。ん？ダメな気がする。絶対逃げないとこに。よっしゃー、いつか逃げそうな気がするけど、一旦オッケー。いいね、家の守り神感が。じゃあこれでおやすみなせー。あれ、だって寝れねえや、まだ。はあ、待って、これさ、俺んちのチェストの中からなんか盗んでくるとかないよね。盗っとに早変わりとかないよね。はい、探しなさい。あ、これ結んでるからダメなのか。そっか。いや、でも大成功だわ。
ちょっと試したいな、でもいい感じだから。おやすみなせー、大成功、完璧。あー、おはようございます。あれ、あ、あれ、そう、あれ5匹いたんだ。そうだ。よし。ヒカクラ。じゃあ試してみるか。そもそもダイヤはこのブロックタイプでいいのかな。まあいいとして、ちょっと一回じゃあ。ネザライトのこれ、斧とか危ねえよな。倒しちゃいそうで。あ、お、なんか、あれ、じゃ、なんか、あいつは盗もうとしてねえよな。敵となりうるよ。これで俺一生喜んでたらやばいよね。どんどんダイヤ持ってきてくれるよって、うちのチェストから持ってきて、喜んでまたチェストに入れて繰り返して、増えてねえみたいな。探してんのかな、これ。てか、なんか2匹ぐらい消えてない？あれ、あ、いる。うん、この辺ではなんか持ってきてくれないね。ちょっと移動しましょうか。あ、来た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 。いきなり来るな、変なの。ちょっと家から離れて、あの山岳地帯ぐらいまで行って回路作ってみるか、せっかくだから。で、アイテム変えてみて、まあ、地下まであるんだったら、あ、32ブロックって言ってたかな。え、さっきのあれってダイヤ俺もらえてるよね。名札とかつけといた方がいいのかな、あれ行ってデスポーンしたとか言ったらもう地獄だよな。よし、ここでじゃあ回路作ってなんか探しまくってもらうか。ちょっといらないもん預けてだな。よいしょ。まず、トロッコ付きのチェストを置いて、え？トロッコってあれか。レールナイト置けないのか。いや、待ってよ。ガラスの上置けない？あー、レールナイト置けないか。ちょっとレール取ってきていい？よし、これで。あー、しゃしゃしゃ。あー。これでなんかね、無限に音が鳴る装置を作ればいいらしくて。なあ、アレイさん。こんな感じにして、これって、あ、置けんじゃん。ああ、こうして、この上に音符ブロックって置けんの？あ、こういう感じか。お、ベースだ。これ一段下いらなかったね。よいしょ。こうやって、リピーターをここに置いて、で、ほい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 、で、こうしてこうして、で、これで合ってんのかな。レッドストーンコンパレーター、これ合ってる。で、ほ、これレッドストーン装置置くと、うっ、うん、うん、何か私はミスっている。コンパレーターじゃない、これって。これじゃダメなの。あ、そっかそっか、反復信号がね、出ないと。コンパレーターじゃない、向きとかか、こっちか。あ、来た来た、できた。はい、働き、働きたまえ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 、ダイヤ持ってこい、ダイヤ持ってこい、ダイヤ持ってこい。アメジスト、アメジスト、アメジストだ。私は一生働かん、君たち働きなさい、私は働かないって感じで、こうやってずっと働いてくれるらしいよ。これやると持ってきてこの中に入れてくれるとか、なんとか。本当かな、本当か、ちょっと本当に合ってるかわかんないけど、全然持ってこないな。持ってきてくれないので、アメジストブロックってやったら秘密基地のやつ取ってくるとかありえそうで怖いよな。ちょっと試してみるか。おーい、ペイ、ほら、こうやると秘密基地に向かっていくとかあるか。いや、あんまなさそうだな。ダイヤの人も反応ないね。あんたないね。レッドストーンは、レッドストーン、ないわ、入ってないわ。なんだよ、土でいいよ、じゃあ土で。はい、土なら来れんだろう。あんた、土を集めたい時もあるかもしれないから。これ本当に運んできてる、あんた。いや、土土、あ、これがもう草生えてるからダメなの。じゃあこれ
世話の焼ける子だね。ねえ、あんたさ、あなた、はい、これ草、草、え、あ、でもなんか合ってる、これおやすみなさい。あの、ね、あおはようございます。よくわかんねえな。なあ、わけわかんねえよな。ちょっとこっちに来たらなんか変わるとかない？あ、音に反応してるからこっち来ない、もしかして。あ、来ない。一応機能してるっぽいな。全くついてこなくなったもん、ほら。いや、ただよくわかんないので一旦これを止めて、よし。せっかくだからちょっともう大げさに試してみますね。まずじゃあ君、土の君はダイヤ。一応試すよ。ふっ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 、ダイヤ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 、オラオラオラ、全部拾ってくる。はい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 、拾ってくる、全部拾って、全部拾って、はい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 、ポイ捨てポイ捨て、ダイヤのポイ捨てするか、そんなもん。オラ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 、おお、すごい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 。これどういう時に使うの、これじゃあ。あ、ちょっと嬉しい。俺てっきりさ、なんか普通にブロック、あのエンダーマンみたいにもぎ取ってくるのかと思ってたけど、落ちてるこのアイテム化したものだったら拾ってくれる。これは何を、どういう時にいいことがあるのかな。あるのかな、多分。あ、もしかしたらなんかトラップみたいのとか作ってたら勝手に拾ってくれるみたいな、そういう便利なことはあるのかもしれないけど、あんまり普段からね、めっちゃ僕らが得するかって言ったらあんまり関係ないかも。ほら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 、はい、レッドストーンですよ、レッドストーンですよ。街のゴミ拾い屋さんだわ、これ。はい、じゃあちょっと意味も分かったので秘密基地に全部住んでもらおっか。こんなかついてこれるかな。なんかね、密閉された室内にやっぱりいた方がいいっていうから安全。おーい、おいでー、来た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 、あー、かわいい、早く早く入って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 、こっちこっちこっち。え、来てくれそうで来てくんない。おい、ちょっとわけわかんないけど成功。おいでー、もう一匹もう一匹、あいしょ、オッケー、これで最上階にとっ捕まえておきましょう。空飛べる系でこうやって捕まえてくるって、インコ以来、あ、これ危なくね。ちょっと危ないのでレコードショップにしとこう。爆発するかもしんねえ。ここのこことかで、やべ、まずい、ちょっと待って、まずいぞ、あー、なんか空から持ってった。なんでブロックないの、そこ。一匹飛んでっちゃった、やべ。おいで、おいでおいでおいで、オッケー、一匹捕まえた、オッケーオッケーオッケーです。とりあえずオッケーだわ。ちょっと使い方が難しくてよくわかんないけど、一旦捕まえられたということでよかった。今後ちょっと大切にね、いなくならないようにしたいと思います。ほんと、増やし方がないらしいんで。はい、というわけで皆さん、よかったらアドバイスコメントお待ちしてます。この動画もしよければ評価、グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキンゲームズのチャンネル登録もぜひ、その他、私ヒカキン、SNS もやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。